ずっと前から何かを探していた気がするんだ。転職して東京に行くことになった。夢ってほどのものはないけど、何かに引きつけられるように今まで暮らしていた滋賀を俺は出ることになった。当時それが何かは分からなかったけど、今思えばそれは今日この瞬間のために用意されたことだったのだと思う。何かを探している、そういう気持ちにとらわれたのは看護学校を卒業して東京に行こうと決めたあの日から。東京に行けば探していた何かを見つけられる気がしたの。これから私はこの東京で何を感じて、どんな人と過ごして、どう生きていくのだろう。だけど今私は知っている。これから共に人生を歩んでいく人のことを。俺は地元の滋賀を離れて神奈川の渋沢にやってきた。転職したてということもあり、一日一日が目まぐるしく過ぎていく毎日だ。たまの休日は映画を見たり街を歩いたり、大好きな昇龍でご飯を食べたり、一人で過ごすことも多いけれど、今日みたいに素敵な日もあったりして、毎日それなりに楽しく過ごしている。だけど、なんだろう、何か大事なことを忘れてる気がするんだ。私は今、福岡を離れて東京の若松川田にいます。国立国際医療研究センターの一員として憧れだった看護師になれて、同僚にも恵まれ、東京の友達もたくさんできました。充実した日々を送る毎日、私にとって東京は何かと刺激的な場所だったのです。あとは素敵な人と出会えたらいいのにな。仕事も落ち着いてきた俺は、3年働いた渋沢での生活に終わりを告げ、新天地相模大野へと引っ越しをすることになった。相変わらず一人で過ごすことも多いけど、そうだ、最近変わったことといえば、フジロックで黒崎というやつと出会ったんだ。俺は一人で行くことになっていたから、同じ仲間がいないかミクシーで探していた時に、一人でフジロックに来てるこの男を発見したんだ。しかも同じ相模大野に住んでるなんて、これから何かが始まる予感がしたんだ。あれから1年、私は順風満帆な生活を送っています。でもどうしても彼氏ができないのは、私に魅力がないからなのかな。そうそう、今年はフジロックに行ったの。その時にミクシーで黒崎さんって人と連絡を取っていて、会おうって話をしたんだけど会えなかったな。黒崎さんはどんな人だったんだろう。俺に新しい仲間ができたんだ。黒崎くんの友達で相模大野に住んでいる村田くんという男だ。近所に住んでいたこともあり、すぐに打ち解けて仲良くなった。これをきっかけに相模大野で飲むことも増え、次第に仲間が増えていったんだ。みんな音楽と女と酒が好きな愉快な仲間たちだ。そして今年も黒崎くん、村田くん、この仲間たちと一緒にフジロックに行くことになった。これから苗場に行くのかと思うとワクワクするな。今年もフジロックに行くことになり、苗場に来ているのだけど、
去年ミクシーでメッセージのやり取りをしていた黒崎さんから連絡が来て、会いませんかって。どんな人なんだろう、かっこいい人だといいな。かっこよくなかった、タイプじゃない、しかもよく喋る人だな。でも友達を紹介してくれるみたいなので行ってみようかな。黒崎くんが女の子を連れてくるって言ってたけど、どんな子なんだろう。可愛い子だといいな。あれ、なんて可愛い子なんだ。かよです、よろしくです。僕はマーくんです。マーくんと呼んでください。あとアドレスを教えてください。デートしましょう。あれからマー君とプラネタリウムに行って、今日は箱根デートに来ているの。残念なことに曇り空で天気が悪かったけど。ようちゃん、やめて。もうマー君は見かけによらずエッチな人でした。今日のようちゃんもすごく可愛いな。仕事で疲れる毎日だけど、この子と一緒にいるとそんな疲れも吹き飛ぶんだ。遊覧船に乗った俺たちはすごくいい雰囲気だと思う。ようちゃんも同じ気持ちでいてくれたら嬉しいのにな。俺のことどう思ってるんだろう。マー君は私と一緒にいて楽しいのかな。私のこと好きなのかな。ようちゃん、あのさ、俺。え、どうしたの。いや、なんでもない。いい雰囲気だったのに告白できなかったな。マー君、雨降ってきちゃったよ。はい、ヨーちゃん。わー、なんて男らしいんだろう。こういうことができる男の人って素敵だな。遊覧船から箱根湯本に戻ってきた俺は、ヨーちゃんを足湯に誘ったんだ。ようちゃんが好きだ。この子の笑顔をずっと見ていたいんだ。告白するぞ。楽しいね。うん、楽しいね。誰もいない、二人きりだ。よし、ここで告白しよう。ようちゃん、あのさ、よかったら俺と付き合ってもらえませんか。うん、喜んで。今日言ってくれんかったら私が言おうと思ってたんだからね。もうこの手を絶対離しちゃダメだよ。あ、マー君からだ。今日はデートだからたくさんおしゃれしなきゃ。どれにしようかな。マー君にたくさん可愛がってもらいたいから、ファンデーションぬりぬりして口紅もたっぷりつけなきゃ。マー君とデートするとついついお化粧に気合入っちゃう。でも、マー君と交際を始めてからもう1年が経つんだな。マー君はいつになったらプロポーズしてくれるんだろう。私は早く結婚したいのにな。よく寝たな。今日はかよちゃんとデートの日。付き合って早1年、いろいろなことがあったな。俺は今
かよちゃんにプロポーズしようと思っている。よし、行くぞ。よちゃん。はぁ、はぁ、ごめん、お待たせ。大丈夫だよ、行こっか。わーい。今日はどこに行こっか、ようちゃん。マー君とならどこでもいいよ。いただきまーす。タイミングを逃してしまった。俺は今日プロポーズすると決めていたのに。どうしたんだろう、マー君。一緒に寝よう、おいで。かよ。マー君、今日どうしたの？なんだかいつもと様子が違うよ。ようちゃん。なに？キャ。ようちゃん、俺たち結婚しようか。もう言ってくれないかと思った。私ずっと待ってたんだからね。たくさん幸せにしてね。大好きだよ、マー君。おやすみなさい。何かに引きつけられるように俺は東京に来た。それは陽ちゃんに出会うためだったんだ。今俺はとても幸せだよ、陽ちゃん。一生をかけて君を幸せにするよ。約束する。私は東京でマー君と出会って、今こんなにも幸せな気持ちで、当時の私は想像もしなかっただろうな。マー君、一緒に楽しい人生を歩もうね。大好きだよ、マー君。話したいの今ここでさ、嘘じゃない、ただこの時を逃したくはないんだ。何言ってんの。すいません。改札口を出ました。前方より水運びバスが。はい、どうぞ。ああ、距離がもうちょっとゆっくり歩いてあげて。はい、どうぞ。浮いたレースたちも、あはははやばい、気合うその心地にハハ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 ハ。違うね、もうちょっと上だね。はい、もう一回。あそこらへん。上、うん、今余計な遠慮なし。